今度キャンバーと車高下げ、これ前外さねえとさ車高は下げれないんだけど、とりあえずキャンバーを利かすのにアッパーアームを外して削り込まないと、この角度がね前に入っていかないから、今ほぼまっすぐだもんね、ゼロって感じだねキャンバーが。まあ、車高下げるとねある程度は斜めになるんだけど、さらに斜めに、そうそう、この人が邪魔です、バンパー、うん、これなんかバンパーちょっと押されてるよねこれ。そんなことない？うん、そんなことある気がする。できないと斜めにやんないと。そうだよね。そんなことないよね。うん、普通。普通ないよ。あれ、そう言われてみりゃなんか近いよね。うん。まあパパが見てる。俺の？うん。ほらほら、まあそんなに広くはないけど狭くもないって感じか。うん、でも狭いね。うん、なんとか取ってる、なんとか取るしかないよ。取れやすいの取っちゃうよ。じゃあ取れやすいのかな。うん、ここ取れるの。なめんなよな。買ったこれ。マジ？嘘でしょ？硬そうだね。手伝おうか。外しちゃダメだよ。ん？外しちゃダメだよ。緩めるだけ。わかった。お、ほんと。反対側もね。あ、いいよいいよ。もうそれで。反対。うん。あ、緩めてちゃんと上げるのか。そうそう。先に上げちゃうとさ、タイヤがこう回っちゃうからさ、緩めづらいじゃん。もうタイヤ外していいよ。うん、馬かけたから。緩んでると楽だね。そうでしょ、うん、回っちゃうもん。ああ、やっぱパパが言うことは全部正解だね。ホイールガチャンと取れないように気をつけろ。あ、これ硬い。いや、違う、上にやればいいんだよ、上に。回して上に持ってこいよ。うん。それホイールちょっと押しな。そうじゃない？硬いか。普通に硬いわ。オイラの奥に立てかけといて、右側に。よし、そっちそっち、ぶつけんなよ。ああ、よっしゃ。
じゃあ反対もだな。まあ確かに全部さ早くジオンの改造してんじゃない、ね、ジオンも買いたいな、免許早く取りたいな。あと何年、今何歳になったの？9歳。あれ YouTube 始めてもう 何歳だっけ？え、6歳だっけ？6歳だ気がする。そうだよね、うん、一応3年も経っちゃったのかも。早いね。うん、だって昔のを見ると小さいもんね、ジオン。うん、声も全然違うし。まあね。てかキャロル乗れなくなっちゃうんじゃないの？でかくなりすぎて。でかくなりすぎない。したらほら、屋根切ればいいでしょ。あ、頭出して。うん。やば。恥ずかしくない？いや、恥ずかしいよね。それか、穴開けて顔出すか。もっと恥ずかしいじゃん。よしか。うん、それもハッチ寄せといて。よし、どうかな。うわぁ、このアッパーをさ、外さないと車高が下がんない、うん、そう、これ外さないとダメだな。ちょっと、で、やっと取れたな。めっちゃ大変だった。もうパパ本気でグッってやってたわ。いやもう手傷だらけになったよ俺。なんかこれ痛いよ、もう痛そう。でそれをアームを加工してここにつければ、キャンバーがもうバシッと効いちゃうからね、いつも通り、うん、よし、とりあえずもう加工飛ばしちゃおう、うん、ジャンプとかしてみたら。いいよ。はい、完成。どう見して。なんか嘘っぽいジャンプでいいね。うん、おいいじゃん。うん、こっちが両方削れてくから。うん、車高下げでキャンバー効かせるとこまでやる。まあ、じゃあ今日はそこまでやろうか。うん、やってようか。うん、何右だろう。うん、 あ違うわ。ねじ込まなきゃいけないんだな。あ、そっか。全部？うん。あ、いるだけ。あ、それでやるんだ。これが向こうに行かないと、うん、ほら、アームが向こうに行かないから。キャンバーは？効かないでしょ。行っただけキャンバーが効くようになるんじゃない？そうなの？うん、じゃあギュッて締めれば締めるほどキャンバー効くってこと？そうじゃない？10センチじゃねえな、10センチもいったら大変だよな。1センチぐらいいくんじゃないの？1センチから15ミリぐらいは。なんかすげえいくな。一緒いっちゃうじゃん。なんか行き過ぎじゃない？嘘でしょ。反対もある。いや、そんなことないね。こっちが来ちゃったなと思ったよ。でその分めっちゃキャンバー効くんじゃない？うん。ああ、これ外し、バンプラバー外して切んないとじゃね？あ、確かに。うん。でそれずっと行っちゃうの？なんかあっちよりは行かなそうだねこれ。まずいね。それまずいじゃん。うん。なキャンバーがなんか。片っぽだけめっちゃ効いてるみたいな感じになっちゃう。
てえな。もうどこもかしこも勝てえじゃねえかよ。よいしょ。取れた。うん、これをさ、うん、5ミリ。厚み5ミリまで切んないと車高が下がらないからさ。あ、もう当たっちゃって。うん、とりあえずこれ切るか。うん。危なかったな、吹っ飛んでったよ、ね、ボーンって吹っ飛んでた。ほら、これで5ミリになったから、うん、これにアームがこう当たるようになって車高が下がるわけ。じゃあこれがでかかったら車高が下がらない。そう、そのぶつかったところで終わっちゃうじゃん。ああ、うん、でもこれ以上ね、多分これ抜いてもなんか、うん、つかないんだよね、もうなしなしでもうドンとはしないから、これぐらいが限界なんだと思うよ。じゃあこれでつくぐらい、うん、ぴったりでいい感じだね。うーん、じゃあ早くつけて。わかった。どうですか。いや、もうつけるだけだからね。よしよし。どれどれどれ、つきましたよ。いや、いいね。うん、ここがほらいいでしょ、薄いから。うん、こんぐらいだったもん。そうだね、ね、だいぶ違う。これで車高が下がるということですか。ということですよ。アームつけていくか。うん、つけていくか。ちょっとじゃあ上げてみて。いいね、まあ、これだね、この感じでいいな。じゃあその長さか。わかった、ね、当たったでしょ。うん、ああ、よし、これでいこう。そうだよ、うん、一回下ろしてまた。うん、うん、OK で、奥に行っちゃった分さ、このでけえでけえわしゃぶち込んで、ほら、なんか1枚でいけそうだな。1枚ぐらい。ああ、まあ2枚でもいいや。2枚入れて締めればいいんじゃない、ね、これか。あ、これ、そうそう、それ。はあ、反対も残ってるな。さっさとやんねえと、ね、ゆっくり下げてみて、うん、ゆっくりだよ。おお、いいね、いいね。ゆっくりゆっくり、ゆっくり。そうだ。もう全部そうだった。マジ？で、ちょっとフェンダー押してみてよ。乗ってるね。うん、いいじゃん。ね、いいね。結構後ろめっちゃ高いね。まあ。いや、でもあれじゃない、後ろが高いから、うん、ちょっと前が低く見えるんだよね。あ、それもあるな。うん、あと後ろか、今日なんかもう大変だな、これ今日無理じゃね。え、後ろジャッキかけちゃって。うん、でもなんか今からかけても間に合わなそうだな。終わんないよね、ゴム切ったり。あ、確かに。もうジャッキかけて今日はいいかな。ね、もういいよいいよいいよ。とりあえず今日はフロントだけに前編ということで、もうジオン閉めて。またね。